はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、物件の移転と開口要件、民法176条、177条、178条について解説いたします。これ意外とですね、勘違いしている方が多いので、この部分、ちゃんとですね、勘違いをしないように正しく頭に入れていただければと思います。で、まず物件なんですけども、まあ、物件っていうのは例えば所有権だったりとか、まあ、抵当権だったりとか、地上権だったりとか、まあ、このあたりをイメージしていただければ大丈夫です。で、まず、所有権の移転時期、まあ、抵当権だったら、抵当権の設定時期ってイメージしていただければと思います。これっていうのは、意思表示をしたとき、まあ、つまり、契約をしたときに、所有権は移転しますよ。また、抵当権は設定されますよ。というふうになっているんですね。つまり、まあ、売買契約を締結した。まあ、売ります、買いますっていう、この意思表示ですね。この合意で、所有権は移転しますよ。また、抵当権についても、抵当権の設定契約。この契約を結ぶことによって、抵当権は設定されると。まあ、いう話なんですよ。で、注意していただきたいのは、これ、登記の時じゃないんですね。所有権、移転登記をした時に、所有権が移転するんじゃない。設定の登記をした時に、抵当権が設定されるわけじゃないと。いうところを、この点まず注意をしておきましょう。なので、ちょっとこちらの図見ていただきたいんですけども、例えば A さんが、まあ、建物、不動産を所有していました。で、これを A さんは B さんに売りました。つまり AB 間で売買契約を締結した。そうすることによって、この建物の所有権は B さんに移りますよね。で、また、その後 A さんは C さんとも売買契約を締結しちゃったと。まあ、そうすると、この建物の所有権は C さんにも移るわけですよ。でそうすると、B さんも所有権持ってるし、C さんも所有権持ってるってことになるわけですね。じゃあ、どっちが所有権を主張できるのというと、これを考える上で、対抗要件というものが必要になってくるんですね。不動産の場合は、登記をすることによって、第三者に対して対抗することができるようになります。対抗することができるっていうのは、自分の権利を主張することができるということなんですね。例えば B さんは先に売買契約をしてます。でも登記していません。一方で C さん、後で契約したけれども、こちらが先に登記を備えた。というのであれば、C さんは B さんに対して所有権を主張することができるということなんですね。つまり、この建物っていうのは C さんのものになるんだよっていうことです。C さんが勝つということです。登記を備えることによって C さんが勝ちますよ。っていう話なんですね。で、もし、これ、建物ではなく、不動産ではなくて、動産だった。まあ、例えば、時計だったと仮定して、まあ、時計を B さんに売りました。その後、A さんは時計を C さんにも売りました。で、その時計、先に C さんに引き渡しちゃったと。先に B さんと契約はしているけども、引き渡しを先に C さんにしてしまったと。この場合、引き渡しを受けることで対抗要件備えるわけだから、C さんが勝つよ。つまり C さんは B さんに対して、この時計の所有権は私ですよっていうふうに主張することができると。まあ、いう話なんですね。ここまで大丈夫でしょうか？売買契約をした時の所有権の移転時期と対抗要件っていうのはこれ別々なんですよ。これを一緒に考えると分からなくなってきますんで、必ずこれは分けて考えましょう。とりあえず契約をすればそれで所有権は移転しますよ。抵当権は設定されますよ。ただ第三者が現れた時に不動産であれば登記をしていないと対抗できないですよ。動産だと引き渡しをしていないと第三者に対抗できませんよっていう話です。で、一つですね、付け加えると、もしこれ C さんがいなくて AB 間だけだったと、まあ、当事者だけだったとすると B さんは A さんに対して登記がなくてもこれは対抗することができるんですね。この対抗要件っていうのはこれ第三者に対する対抗要件であって、当事者間では契約をしたらそれは対抗することができますんで、まあ、この点は一つですね、注意をしておきましょう。で、ちょっとこちらの図見ていただきたいんですけども、これは抵当権の話です。考え方は一緒です。A さんが B さんに建物を売却しました。売却したけれども、これ未登記だったと。所有権移転登記をしていない状況です。つまり、登記っていうのはまだ A さん名義なんですね。ここに登記はあります。そのことによって、D さんは、まあ、これ A さんが持っているもんだと思って、これ、お金を貸して、抵当権を設定する。こういった場合、ありえますよね。で、抵当権の設定契約をして、抵当権の設定の登記もしました。この場合、どうなるかっていうと、これ D さん、登記をしているわけだから、D さんの勝ちなんですね。
B さんは所有権の移転登記をしていないわけだから第三者に対抗できません。一方で D さんは登記をしています。で、B さん登記していないわけだから D さんは B さんに対して抵当権をこれ主張することができるということになるんですね。まあ、これが抵当権の話になっていきます。で、ちょっと補足になるんですけども、じゃあ B さんどうするのって話ですよね。もう抵当権設定されて対抗できないってなってくると、B さんは抵当権が設定されたこの建物を引き渡すってことになるわけですよね。で、この場合どうなるかというと、まあ、通常は契約不適合責任を B さんは A さんに対して主張することができます。つまり契約内容っていうのは、まあ、通常建物に何も抵当権とか設定されていない状況で引き渡すっていうのが前提ですよね。にもかかわらず引き渡すときにこの抵当権の設定登記がされているというのであれば、これは契約不適合でしょうと。まあ、これに基づいて損害賠償請求をしたりとか、また契約解除をしたりすることが可能です。まあ、今回は、ま、そこまでの内容っていうのは考えなくてもいいんですけども、まあ、とりあえず、移転時期、所有権の移転時期だったりとか、まあ、抵当権の設定時期、これと、第三者に対する対抗要件っていうのは別に考えてくださいね。契約をしたら、契約をしただけで、これは所有権は移転されますよ。また、抵当権は設定されますよ。ただし、第三者が現れた時に、不動産であれば、登記をしていないと、その第三者に対抗できませんよ。動産であれば、引き渡しを受けていないと、第三者に対して対抗することができませんよ。これをしっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。